皆さんこんにちは。2018年デルジュン宅建士スマート合格講座、法令上の制限税その他第1回講義を始めたいと思います。担当はレク専任講師の友次です。どうぞよろしくお願いします。さて、今回から法令上の制限税その他の方へと進んでいきたいと思います。ですので、使用するテキストも変更と、いうことで、こちらですね、デルジュン宅建士合格テキストの第3巻目です。法令上の制限税その他、こちらの方のテキストのご用意をお願いいたします。はい。で、こちら30回かけてですね、こちらの法令上の制限税その他を扱っていきますけれども、まず一番初めにですね、法令上の制限税その他の、まあ、学習のポイント、そこのところから見ていきたいと思います。まずテキストの3ページのところを開きください。はい。テキスト3ページのところの下のところにですね、法令上の制限の説明載っております。で、この法令上の制限の分野では、都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法、土地区画整理法、宅地造成等規制法、その他の法令が出題されています。出題される法律の数も多く、内容も技術的、専門的で、初学者にとっては非常にとっつきにくい科目と言えます。そのため、次です。合格者と不合格者との間の正解率に差がつきやすいのも、法令上の制限の特徴ですと。なぜならこの科目は守備範囲がかなり広く、いかにポイントを絞って正確な知識を身につけられるかどうかで勝負が決まる科目だからですというふうに書かれております。まあ、ついでに税価格も見ちゃいましょうか。はい。税法の分野では、不動産取得税、固定資産税、所得税、印紙税、登録免許税、贈与税などから2題が出題されていますと。まず税法の分野の特徴として、難しい問題と基本的な問題との差がはっきりしているという点が挙げられます。専門用語も多くとつきにくい分野ですが、本試験では基本的な問題が出題されることも多い分野です。次に価格の評定の分野では、地下工事法と不動産鑑定評価基準のいずれかから1問出題されています。地下工事法は守備範囲が狭く、本試験でも基本的な問題が出題されますので、確実に1点を取るべき分野です。これに対し、不動産鑑定評価基準は本試験で出題されるところはかなり限られていますが、制度の判断がつきにくく、正解率が低い場合が多くなっていますというふうに書かれておりますね。はい。一言で言うと、そう、ね、もうなんか、脅されてますよね。なんか、大変なんだよっていう。そう。前にもちょろっといろんなところでお話はしていたと思うんですけれども、まあ、ある意味勝負を分ける科目になります。この法令上の制限税その他が。で、理由は2つあって、1つ目はですね、もう本当に法令上の制限税その他が後回しになってしまう。ね、権利関係の勉強、宅建業法の勉強にちょっと集中しすぎて、気づいたら法令上の制限の勉強が試験直前になってしまうというですね、まあ、そんな状態になってですね、最後にバーッと詰め込むっていう風になってしまう受験生の方が結構多いんですね。で、そうなるとやっぱり結構辛いところがあって、なるべく早くね、この法令上の制限に手をつけてほしかったところはあるんですけど、まあもうこれ、聞いてるのがいつかにもよりますので、まあもしかしたらね、余裕がない状態で、いや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 、そんなこと言われても結構もう直前なんですよと、いう人もいるかもしれないんですけれども、まあなるべくやっぱり早く手をつけてほしいところはやっぱありました。で、もう一つですね、法令上の制限税その他が苦手になってしまう理由としてはですね、本当にまあ今ちょっとね、本読んでもらったところでもわかると思うんですけども、なかなかにとっつきにくいんですね。まあなんだかんだ言ってやっぱりね、権利関係や宅建業法の方がイメージしやすいところはやっぱあるんですよ。で、法令上の制限、まあちゃんと勉強すれば一番イメージつきやすいはずなのに、なんて言うんですかね、なかなかそのイメージを沸かさずに、ただ単に丸暗記でバーンとやっちゃおうとすると、まあきついですねっていうところはあります。なので法令上の制限税その他の勉強のコツって何かっていうと、もう本当にことわざの急がば回れの世界観です。はい。本当に急がば回れです。本当にこれ試験に出ないでしょうっていうところをちゃんとやっている人の方が試験でちゃんと点が取れるんですよね。
そういう意味ではある意味急がば回れなんですよ。なので例えば、都市計画法とかやります。で都市計画法とかやった時にですね、まあいろんな言葉が出てきます。例えば第一種低層住居専用地域とかね、第一種低層住居専用地域はですね、低層住宅のですね、ものがうんぬんかんぬんっていうよりも、まあ実際にですね第一種低層住居専用地域をですね街中でちゃんと見てですね、あこれが第一種低層かっていうふうに、まあ、見た方が早いです。そういう意味ではね、その方がイメージ湧いてきますしね。はい。ですので、まあ、そういうところも含めてですね、まあ、例えば、そんな、まあ、時間に余裕があればですけどね、時間に余裕があれば、まあ、都市計画図ってやつがあるんですけども、そういうものを見ながらですね、ちょっと街を探索するっていうのも、まあ、一つのね、いい勉強かなというふうに思ったりしますけれどもね、まあ、もちろん、試験直前ってなったらそれやってる暇ないですけどもね。なのでこっちもそういうイメージ的なお話はなるべくしていこうかなと思います。で、まあそもそものお話なんですけど、法令上の制限って何ですかって話ですよね。例えばですね、まあここにペンがありますと。で、このペン私が買ったとするじゃないですか。で、これ買った瞬間にこれ私のペンです。で、これ私のペンですから、このペンをどう使おうか私の勝手ですよね。だって考えてみてください。別にこれを書くのに使おうがですよ。なんかね、まあ、それこそ、こう、クリップになってますから、こうやって、本もね、こうやって閉じるのにね、こうやってね、使おうが。ね、自由じゃないですか。別に。もう、それこそこれ、あれですよね。ここの中の、なんか、いや、ちょうどバネが欲しかったんだって、バネだけ使おうが。まあ、それはもう自由です。私のものですからね。私のものである以上、どう使おうが、ね、誰にも文句は言われないわけじゃないですか。ただ、まあ、例えば土地や建物の場合、そうもいかないんですね。例えば土地を買いましたと。で、土地を買って、ここ私が買った土地だから、何人使っても自由でしょってわけにはやっぱりいかないんですよね。その、このペンとかと違って。なんでですかって言ったら、例えば、私が土地を買いましたっていう風になって、ね、住宅地のところにですね、土地を買ってですね、よし、ここに工場を作るぞ、つって、工場を作ったら、やっぱりね、煙とかもくもく出て、周りに迷惑とかもかかるわけじゃないですか。そう、例えば土地や建物って、そういう意味では、買ったからつって自分が自由に使えるとは限らないんですよね。そこを、まあ、見ていこうよっていうのが、まあ、今回の趣旨といえば趣旨なんですよ。じゃあそういうところで制限を加えられてる。じゃあどんな制限が加えられてんのと。だって建物建てるにしても、じゃあ自分の好きな建物建てていいでしょうってわけにもいかないわけですよ。なんでですかって言ったら、もし火災があった時とかにですね、例えばそのね、火災に弱い建物とかだったら命を守れないって可能性がありますから。だからちゃんと建物建てるんだったらこういうふうな決まりで作ってくださいとかね。そういうふうにしないと。だから自分のものだからどう使ったっていいでしょう、どうやったって自由でしょうっていうわけには、やっぱり土地建物の場合にはいかない場合がある。で、そこをまあ中心に見ていきましょうっていうのが法令上の制限なんですね。まずそのイメージはちゃんと押さえておいてください。そしてその中の、今回からまあ5回ぐらいをかけましてですね、21ページから始まります。はい、こちら都市計画法というところをまあ少しずつ見ていきたいと思います。よろしいでしょうか。はい。で、この都市計画法なんですけれども、これ、まず街づくりのですね、まあ、大枠を決めているものでもあるんですし、これから法令上の制限を勉強する上で必須の知識が載ってる部分があります。まあ、もちろん、この都市計画法だけで2問出るので、そのね、2問分の対策としてやってほしいっていうのはもちろんあるんですけども、それだけじゃなくて、これから他の法令上の制限を勉強するときに、この都市計画法の内容が理解できていないと、勉強がちょっと進まない可能性があるんですよ。ということで、そういう意味では法令上の制限の基本的な形というふうに思っておいてください。さあ、それで、ね、街づくりの法律っていうふうに思っていただければいいんですけれどもね、その街づくりって言っても、例えば、まあね、日本だってある程度広さはあるわけじゃないですか。で、日本だって日本列島ある程度広くて、で、その日本列島全部をね、まあ、都市にしようっていうと、まあ、なかなか難しいんですよ。お金面とかも含めてね、だって都市にしようってなるとやっぱり道路を整備しなければいけないね、上下水道整備しなければいけない、お金かかるんですね。ですので、まあやっぱりだからある程度最初によし、じゃあここを街づくりしようって言って決めてやっていく必要があるんですよ。で、そのお話からしていきたい。例えばまあこう駅があって、まあこの駅の近辺ですね、この駅の近辺を街づくりしていこうと決めましたと。よし、じゃあここで街づくりしましょうというふうに決めましたと。
こうやってここで街づくりしましょう、まああとはここで街づくりしましょうというふうに街づくりする場所って言って決めるところを都市計画区域っていうふうに言うんです。だここは街づくりをしましょう。そのためにまあ道路も揃えて上下水道も揃えてね、ちゃんと人が住みやすいように整備をしていきましょうというふうにするわけですよね。まずこの都市計画区域というですね、場所を指定していきます。で、この都市計画区域なんですけれども、例えばじゃあ区域に指定しましたっていうと、まあまず2つに割って考えます。どういうことですかって言ったら、じゃあここでスパッと割ってしまってですね。はい。こっちの方では、ビルとかいっぱい建ててですね、街をしっかり作っていきましょうと、これビルですね。これビルだと思ってください。こうやってビルとかを作ってですね、街をしっかり作っていきましょう。こういう区域のところを市街化区域と言います。で、ここはちょっと自然残しとこうよと。あんまり、まあ、開発とかやめようよっていうのが、はい。市街化。調整区域と言います。なので、都市計画区域というものに指定をしました。そうすると、線引きをします。線引きをして、市街化区域、街をいっぱい作ってこうよっていう市街化区域と、ここは自然のまま残してこうよっていう市街化調整区域というふうに分けるための線引きをするんですけど、実はこの線引きって義務じゃなくて、別に線引きしなくてもいいんですよ。で、線引きしなくても構わなくて、ここ都市計画区域って定めて、もう線引きもしないでそのままほっとく場合はあります。それを非線引き区域と言います。なので、この線引きというものは絶対しなければいけないものではないということは押さえておいてください。いいでしょうか。この線引きというものは絶対しなければいけないというものではありません。そして次にですね、例えばですね、ここ高速道路のインターチェンジとかがありましたと。まあ高速道路があってですね、ここにインターチェンジとかがありましたと。でそうすると、このインターチェンジの近くって、そのまま放っておくとですね、まあ、ある意味車でやろうとする人には便利なので、ここら辺が栄えてしまう可能性があるんですね。でしかも、だいたい車とか持ってると、だいたい駅からこうやって大きい道で繋がってる場合がほとんどじゃないですか、インターチェンジって。で、しかもなんかここら辺にショッピングモールとかできた日には終わりですよね。なんでですかって言ったら、だってね、車さえ持ってれば、ね、ショッピングモールで買い物はできるわね、道路があるから駅も出やすいわと。バスも通ってるでしょうからね。インターチェンジがあるからね、車に乗っていけばどこにも行けるしってなると、でしかもですね、都市計画区域じゃないから地価も安いとかってなってくるとですね、むしろこっちよりこっちが優れ、栄えてしまう可能性があるわけですね。ということで、ここが栄えてしまうとこっちのね、こっちを計画してるのにまずいぞということになって、ここちょっと開発を抑えておいた方が良くないっていう地域を作るわけです。でここに、ちょっとあんまり開発するのやめてねっていうのが準都市計画区域。というものになるんですね。はい。ですので、まあ、ここら辺はだから、まあ、あんまり開発しないでねっていう場所です。なので、そういう意味では日本って5つに分かれるんですよ。何かっていうと、市街化区域と市街化調整区域と非線引き区域と準都市計画区域と、まあ、どれにも指定されてないところと。日本は大きく分けると5つに分けることができる。という、まずこのイメージはちゃんと持っておいてください。よろしいでしょうか。で、それがまとまっているのが、まあ、23ページからのところなんですけども、まあ、文字で、文字情報で書くと、バーっとこういう感じになってきます。まあ、市街化区域と市街化調整区域。積極的に開発を行う場所を市街化区域。開発を抑える場所を市街化調整区域っていうふうに言いますと。で、市街化区域は、商業地や工業地帯や住宅街、こういうふうな場所にする場所で、市街化調整区域は自然を残し、あるいは農業や林業や漁業を行っていく場所ですと、いうふうになっていきますが、はい。これ。
ね。まず、市街化区域、ごめんなさい。市街化区域と、市街化調整区域の違いはまず大丈夫ですね。で、ちょっとここら辺、わさわさしたところは、後ろにも同じようなもの載ってますので、とりあえず先に進みます。で、都市計画区域というものを指定します。そして、はい、都市計画区域を指定するとどうなるのかっていうとですね、まず、街づくりの、まあ、基準になっていきます。じゃあ、この都市計画区域、誰が指定するんですか？はい、指定するのは、一つの都道府県内に指定する場合には都道府県が指定します。ただし、二つ以上の都府県にわたって指定する場合には国土交通大臣が指定します。で、ちなみにですね、これ、行政区画とは無関係に指定できます。だからどういうことですかって言いますと、例えば、その、県境があったとしてですね、で、ここに A 県、ここに B 県、ここに C 県、ここに D 県があったとするじゃないですか。例えば、じゃあ、ここに都市計画区域を作りましょうってなったら、これ B 県にしかないですから、これはあの B 県が設定すればいいんですよ。じゃあ、こんな風に、ね、都道府県の県境とか無視して、ここ都市計画区域ねってやることだってできるんです。で、そうすると、A 県と B 県と C 県と D 県にまたがっています。2つ以上の都府県にまたがってますから、こういう場合には、国土交通大臣が指定していきますよということになります。よろしいでしょうかね。はい。それがまとまってるのが合格ステップの1番ですね。はい。都市計画区域は行政区域、区画とは関係なく定められます。で、都市計画区域は基本都道府県。ただし、複数の都府県にわたる場合には国土交通大臣となります。ってことですね。で、下のところに宅建試験に出る問題が書かれておりますけれども、はい。見ていきましょう。都道府県が都市計画区域を指定する場合は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を、市町村の行政区域に沿って指定しなければならない×ですね。別に行政区域に沿う必要はないからです。はい。別にですね、行政区画とは無関係に、制定することができます。ということですね。で、そして次です。準都市計画区域は何ですか？都市計画区域の指定しないところは街づくりをしない場所ですと。こうした都市計画区域外の場所であっても、高速道路のインターチェンジなど、周辺で大規模な開発や、建築が行われる場所が全国のあちこちで見られるようになりましたと。ここは本来、街づくりをしない場所なんですから、こうしたことはあってはならないんですけど、都市計画区域に指定されていないことから、後で見るような規制が及ばず、かえって開発が進んでしまってるんです。そう、あの、都市計画区域に指定すると、いろいろ規制が加わるんですけど、規制が加わってない、っていうことは、逆に、あの、いろいろ開発されちゃう可能性があるわけですよね。なので、そういうところ、準都市計画区域っていうふうに指定をしていきます。で、この準都市計画区域は、都道府県が指定することになっております。ということですね。よろしいでしょうか。はい。というところで、こちら、合格ステップの2番、準都市計画区域でございます。準都市計画区域は、都市計画区域外の一定の区域に指定されます。そして、この準都市計画区域は、都道府県が指定していくということになっていくんですね。はい。そして、下のところ、宅建試験に出る問題見ていきましょう。はい。準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市、その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定されるものとされている。バス。大丈夫ですね。なんでですか？そう。準都市計画区域で開発ってやっぱりね、おかしいですよね。もう準都市計画区域のイメージと合わないじゃないですか。そう。このように、ある程度そのイメージを勉強しておかないと、字面だけの勉強だと結構辛いです。準都市計画区域は、いいですか？ね、まあ、これだけじゃなくて、ね、あんまり開発ってしてほしくないところなんだな。このイメージまでちゃんと持っておかないと結構辛いということになります。ですので、まあ、まとめておきますと、例えば準都市計画区域って、例えば、開発しますよっていう、この開発系のものであれば、基本的に、それは準都市計画では無理でしょうと。でも、なんか保全しますよと。ね。抑制しますよと。そういう系のものであれば、準都市計画区域の、イメージと合いますよね。なので、まあ一応準都市計画区域ってこういうイメージを持っていくと問題も解きやすくなってきますよね。開発系であればちょっとその選択肢は疑った方がいい。保全や抑制をしようとしてるとなると、ああ、なんかこれ準都市計画区域のね、やり方に合ってるなっていうふうに。ですので、そう。
法令上の制限の勉強をするとき、そういう感じで勉強していかないと結構苦戦強いられますので、しっかり、勉強頑張って、だからイメージをちゃんとね、持つ勉強をしていきたいと思います。ですので、宅建試験ってそういう意味では権利関係と宅建業法と法令上の制限って勉強の仕方がだいぶ変わってくるんですよね。ですので、まあちょっとね、切り替え大変だと思いますけども、頑張って、やってみてください。それでは今回はこの辺にて終了したいと思います。次回はこの続きのところから見ていきましょう。それでは皆さん、お疲れ様でした。